生がその美容の方に行かれたそのきっかけっていうのはどこだったんですか。もともと整形外科でね、僕ねドイツで普通の整形外科や、あの時人工関節とか、あの骨折したらすぐ骨をくっつけて、ギブスは敵だって言ってギブスをしないのが主流だったんですよ、うん、ドイツで。でそれ習ってきて、で日本に来て、もうこれからモータリゼーションの時代だからって、あのいっぱい交通事故が来るだろうって、で交通事故が来て骨が折れてきたら大腿骨通れたらすぐ髄内底って太いあの釘を打ち込むの、翌日から歩きなさいってやるの。うんそれから腕なんかでも、あの前腕折れてたらすぐあのプレートで固定して翌日からあのタイプが打てますよ。でそれやるとね、もう1週間以内にどんな骨折もほとんど変えれるんですよ。たら事務長がね、いや院長ってこれやめてくださいって言って、何みんな喜んでるじゃない、それが流行ってるじゃないって、いや流行ってるんですけどね、だけど儲かんないんですよって。あ、なるほどね。それでね、手術料骨くっつけて1万円とかね、1万2000円とかね、それでくっつけるために使うプレートがね60万円とか70万円とか、それで保険で全部払えるから、あの全部返ってくるんだけど、だけど儲けがないんですって。入れてきた値段でいろいろ入れてるって、金の仕入れて売ってるみたいなもんで、だからあのお願いですから昔ながらのやり方でお願いしますって、じゃあ折れたらよいしょよいしょってあの征服してギブスで固めて、であの3ヶ月固定って、で固まる、膝も固まるじゃない、筋肉もっと、ね、3ヶ月間のあの経ってからあの歩行開始、うん、それからリハビリ1年以上引っ張るの、うん、入院費がすごく、はいはい、で1週間で返すのと365日置いとくのってどっちが儲かるですよ、たくさん置いた、いやそれは嫌だって。であの明日までにね、あの治るんだったらあの100万円でもいいから風邪を治したいという人もいるじゃないって、確かにそんな人はいるかもしれませんけど、ほんの一握りです。それでじゃあ俺ね、もう保険診療をやめるって言って、で高須病院はそのまま残して名古屋で高須クリニックって始めたの、うん、それで最初はだから傷跡縫うのにね、ほんの短い傷縫うのに1時間とかすごい時間か、でもその代わり手術料があの20万円とかね、うん、それで十分割りが合ってたの、うんうん、それでそれやってるうちにそれやってるやるで、一番最初にやったのがね、なんか外国人のような鼻をした人が小さくしたいって来て、あれドイツで習ったんですよ、ユダヤ人の鼻の直し方。それであのユダヤ鼻あのこう骨を外して寄せて小さくする手術、それでいくつもあのそれ見て、それであの習ってて、それやれるの日本国中で僕だけなんですよ。でっかい鼻小さくしたいって人結構いたの、だから大きい顔を小さくしたいって、はいはい、エラをあの切り落としたり頬骨を切って沈めたり、そういう手術やれるのも日本中で僕しかいなかったの。それでたまたまあの時あの 11pm とか2時のワイドショーとかテレビ番組でいっぱいやったの、それで一挙に全国展開しちゃって、ただ手術できるの僕一人だけで、で従業員いっぱいいるんだけど、そうそう結局一人でものすごく働いて、それで大勢の無能な医者やナースたちを食わせるみたいな、美空ひばりプロダクションみたいになっちゃう。じゃあその当時も高須先生が言う、本当に高須先生のみんなお弟子さんなんですよ、うん、日本の美容整形科の先生たちは、僕の知り合いの浅見先生としてもそうですし、みんな先生とこで学んで、はい、そして自分でやり始めた人ばっかり、またそのお弟子さんとか、だからこの人がいわゆるその美容整形の、まいたらロッジの頂点です、グランドマスター、グランドマスターなんですよ、皆さんそれ知らないだけなんですよ。うん、いやもう まだね、僕のことね、あの死んであの伝説の人なんですよ。だあの僕が開業した頃ね、あの韓国では美容整形禁止だったの、禁止、ノテウ大統領もあのからあのチョンドンハン大統領もみんなね大嫌いだったのね、あの
パクチョンヒも大嫌いだって、あのとにかく美容整形をしたら国賊だって、で日本で整形してきたらパスポート取り上げちゃう、だから通勤をやろうと思ってもできないの。それで韓国の留学してたのに教えて向こうでアフターやらせたら、いつの間にやら患者が帰ってこなくなってどうなったかなと思ったら、自分たちがあの館長になっていっぱい道場を作っちゃって、それで一番最初は俺だよって、で誰そのお前の先生は誰からの、高須クリニックでなって、その高須クリニック作ったのは俺だよって言ったら、もっと年寄りじゃないのかってまだ生きてるのかって、生きてるよって言って、それが今ノムヒョン、ね、大統領なんかも自分ね、あの整形したってね、あノムヒョン大統領はあの僕の弟子がやったんですよそうなんですか。それでノムヒョン大統領に学会からあのその表彰状をあげるって言ったら、あの返事がなくて、俺持ってきますからって持ってきましたよ、それ大統領あなたのおかげで、あのその偏見からみんな逃れた。でノムヒョン大統領から後からガラッと前の政権がやってたことを全部変えようということになっちゃって、それで美容整形大反対だったのが国策で美容整形をバックアップするような、もう韓流のもう立役者ですね。だからもうそれ、そのお父であり母なんですよね。そうです、いや自分真っ赤さですよ僕が。そうですよね、だけど真っ赤さ知らないやっていう世代になってしまえば、アッパーと主にですねもう今やね整形大国です。大国ね、今の最新の整形ってどんなやつですか。あ最新って言ってまだねものすごいイノベーションがないんですよ今のところあの今までの8つの続きで限りなく脂肪吸引は一番最初に僕がやったんですよ。あの脂肪吸引も先生がやられたんですか。日本で一番最初やった、世界で一番最初やったのはパリのピエール・フルニエって先生が始めて、一番弟子が僕なんですよ。それで、で世界で2番目の脂肪吸引僕なんです。それで脂肪吸引は初めぶっといねパイプで抜いてたのがだんだん細いのになってきてだけど基本的なあのコンセプトは変わってないんです。道具が良くなっただけ。お、はいはいはい、すごい。あざなんか取るんでも皮膚の表面を削り落としたりいろんなの昔からやって、それとレーザーでできるようになって、はいはいはい、レーザーがまた今度はコンピューター制御になってものすごく細かくやれるようになった。だけど基本的にやってることは同じなんね。今あの 最近の流行りの、いやだからこれ次の世代は多分ね、あの 臓器をiPS 細胞で作って、はい、そいつを入れると。だから、うん、3D プリンターじゃないけど簡単にこう iPS 細胞でこう作っちゃって、でもまあ最終的には移植ですよ一番いいのはね。でもあの自分の体の移植は昔からやってるんですよ。鼻がなくなっちゃったら腕の肉持ってきて、はい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 、おでこから持ってきて、でも人の鼻を持ってきてくっつけるのが一番いいんだけど、人のはね結局ものすごいあの抗原抗体反応が強くて、免疫で、はいはい、抗免疫剤を使わないと失敗しちゃうんですよ、うん、だから、ね、あの僕の仲のいいのがあのやっぱり西安であの熊に顔をごっそり取られた人にあの死体の顔をそっくり、それ大成功したんですけどね。だけど結局動かない顔がくっついてるっていうのも、だから手をくっつけたのもいるの。 でもやっぱり神経つなげられないから動かないのね。でつけた医者にとってはそれはもう自分の宝ですよ、ね、絶対落ちないように免疫抑制剤ものすごく使うんだけど、患者にとってはね寝てみたら嫌な匂いのする青黒い手がいつも自分の枕元にあるっていうのはたまらんしでみんなが握手しようって手出して出すと気持ち悪いって手で全然幸せじゃないんです。やっぱりつけるんだったら自分のものでないと良くないから、だから次の世代は必ずね自分の臓器をどんどんあのコピーで作ってきて移植する時代が来ると思うけど、それは美容整形のテクニックの世界じゃなくてもっと大きいイノベーションが起きなきゃダメね。なんかこう腕と か, なんかこの辺に鼻作っといて後でこうくっつけるみたいな。あそれもやってます。へ、ね、鼻作ってくるっと回してこうくっつける。で、うん、
かなり昔からやってます。かなり昔から、うん、インド法って1000年以上前、腕のやつをこうして切り取って、こうつないでくっつけて切り落とすっていうのをやってましたしね。ずっとくっついてもん、はい、いや自分の体だから、おちんちんを作りたいって言って、腹の皮をロールにね巻いて、それでそいつをこう、お腹の下にくっつけて、それとまたひっくり返して下に落として、それで中に芯を入れておちんちん作る手術とかやってましたよ。やってました。すごいですね、はい、じゃあそれは女性がほら男性になりたい人とか最近いるじゃないですか。だからそれです。それですよね。女性から男性するのはすごい簡単なの。あれはポンと切り取って、中身を切り取って、外の皮を残して中抜いて、へそみたいに中に埋め込んじゃうと、浅いへそがちょっと深いへそができたみたいにして、できるんですよ。それから玉抜いちゃうとビラビラがうまくできて、まあ、それとなく女性の性器にするんだったらすごい簡単なの。男性を作る方はそれの100倍困難ですよ。あ、まあね、カルセル巻きとかね、お昔からやってますよ。あ、先駆者です ね先駆者ですね。女性、男性から女性になるやつはね、うん、あれ昔は日本ではできなかったんですよね。なんかモロッコの方で行ってきたとかで、よく笑っちゃうんですけどね。いや今だから言えますけど、あの頃ね、何でもモロッコって言えばね、言ってた言ってた、モロッコのタツとかね、何でもカサブランカとか、そう、あんな発展途上国できっこないですよ。なんでモロッコなんですか。モロッコの医者たちに友達になってから言ったらね、大笑いした、はーって言って、自分の国でできるわけないって、そんなこと何を日本は夢見てんだって、モロッコって言って、だからなんとなくわからない、国でモロッコと言ったんですよ。あれですよ、ソープランド昔トルコブロって言ってたようなもんですよ。トルコブロは実はね、うちに来てたトルコの医者が、留学生がね、うちに1年タガスクリニックで働いてたんですよ。それでみんなでね、連れてってやろうって言ってね、でタッキシュバスに連れてってやる、すごい喜んでね、それですごくめかし込んで、それで出かけてったの。帰りに泣いて帰ってきてね、自分は日本を友好国で一番尊敬する国だと思ってて、あんな卑猥なことをするのを我が国の名前を使って悲しいと言って大使館に言いつけに行って、そうなんですか、ハルモズ館って陸軍大佐ですよ、大佐がカーネルか。いや、すごく悲しいんでね、ジャパニーズスタイルタッキシバス。だからトルコブロ、トルコって名前自体が、だってトルコブロあるんだけど、赤すり王の赤すり男がいて、スチームですよね。あんな三つ指ついた吉原のお嬢様たちのようなのは、はい、トルコないですもん。だから適当にあの頃よくわからないから、責任のと責任を。アメリカって言ったら怒ってきますもん。フランスって言っても怒ってきます。だからチベットの人たちも怒ってますよ。なんか言うたんびにね、バカにすると日本のチベット、はい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 、だって日本のフランスとか日本のスイスとか言われると、みんな誇らしくして、日本のチベットって言われたのに、なんでそんなフリーメイソンとよく言ってますよ。なんとなく言葉のイメージで、陰謀みたいな、うん、フリーメイソンみたいなやつだなって、嬉しくないですよ、本人にしてみれば。そうそうそう、聞こうとお伺いしようと思ってたんですけど、その性転換っていうのでやたらタイ多いじゃないですか。なんであそこの場所なんですか。あ、タイは OK なんですよ。シンガポールも OK だったの、うん、だから僕も日本はね、優生保護法ってのがあって、その生殖能力を失うためにはいろんな制約があったの、はい、でそれ以外のことで その生殖能力を失わせる手術をしてしまったら障害罪なの。で現に高知の方でそういう手術をやった先生がいて、医者で捕まって医師免許証を剥奪されたかなんか、すごいひどい目にあって、あれから懲りて日本ではやっちゃいかんってモロッコでやったことにしよう。それでタイは OK だったの。シンガポールも OK。 あとね、ごめんなさい、タイの医療技術ってすごい高いんですよ。
なんでですか、はい、すごい高いですよね、はいはい、なんでいやいや、なんでって医療技術が高いんです、すごいんですよ、はい、だからあそこはもう本当に高いお金で素晴らしい受けれる、あとは貧しい人たちも受けれるってこう2つに分かれてるんですけど、そうなんです、はい、あのお金持ち の, あ の, いあの多い国というのは大抵医療が進歩するんです、うん、いくらお金かかってもいいから治療を受けたいという階層がたくさんいてくれないためで、発展途上国になるとお金持ちは海外に行って治療をやっちゃうから、タイはレベル高いですよ。だから僕あの自分のところので性転換やりたいって人が来たら、たらあのタイとシンガポールに送り込んで、それであの後の責任は僕の方で持ってやるから手術しろって、それで利益折半で、あのあれが一番、あそうか、紹介してる、あれが一番経済的には良かったいいビジネスです、ね、プロモーターですもんね、ありがとうございます。